皆さんこんばんこばは、えー。今日はですね、えー、本当にやった犬鳴村からの僕の話とそれと心霊写真がですね、もろに写っております。これは犬鳴村に行ってからいろんな道筋でですね、僕の方に、えー、写真が入ってきました。これはもう撮った人ですね写真を撮った人も全部処分してしまって僕だけしかこの写真を持っておりません。 でこの写真なんですが北九州のですね、えー、洗車場でちょっと写った写真ですこの世の人でない例が写っておりました、えー、3人でですね車を売るためにその車を売る前にですね綺麗に車を洗っておこうということでそれであのうまくね写真が撮ってこれから車をそれ売りますよっていうその写真を上げるために何枚か撮ったうちの1つですで iPhone10 で撮ったんですよね ななかなかあの最近デジタルではですねこういうことは起きないんですよねだから割と不思議だと思います、えー、3人の人で言って女の子2人と男の子1人それ以外でこんな服を着た人はここに誰もいなかったとでちょっとねあの腰から下が映ってないでしょでちょっと空中に浮いてような感じで、えー、上の方にあに立っておりますでドアの下にですね靴が見えるのはまたそれは別の女の子です こ、えー、この洗車場はですねも、もちろんその商売でやっているところですから、えー、タオルがもう必然的に付いておりましてサービスでそれが青いタオルがあるんですよねでそれで一緒にこういうふうに写っているということでした僕もどちらかというと霊感が強い方な,なのであやっぱりこう最初パッと見た時にですね、一緒に入ってやっぱりこう仲間に入りたかったのかなっていうふうに僕は思いました でまあ、足が映ってないということで、えー、ちょっと写真撮った人たちが心配になってですね霊能者の人に、えー、北九州でちょっといろいろ見てもらったらしいんですけれどもそしたらまあなんとかそんな持てても大丈夫じゃないかという話になりましてこれはまあ自爆霊だよともうこの場所についているね洗車場とかそこの場所にいる人だよみたいな感じでまあ言われてたので安心してたんですけれども。 えまたまたまま後に続きます、まあこれがですね僕に渡った経緯っていうのがですね僕は2018年のクリスマスの日にですね「新犬鳴きトンネル」を通ってまあその時僕も一人なもんですから。 もうみんなおいでおいでっていうような感じであのデイが来てもいいかっていうような感じで言ってたんですけどそしたらちょっといろんな不思議なことがあのそれからずっとありましてその時にすぐあの帰ってきた時に話したらいや実は私はその心霊写真が撮れたんだよと友達が言ってその時にですね2018年のクリスマス過ぎにもらいましたでそれからちょっと気になっていろんなことがあまりにもありすぎたもんですからえ年を明けてですね1月の 上旬にあのこの犬鳴き村を探しにですね行ってみましたこれはですね一番最初にこの犬鳴き村の伝説が始まった時には雑誌とかですねインターネットが始まった頃の記事でしたで僕はそれをよくよく調べてですねどこにあるのかっていうのをものすごく調べたんですよでそれを、えー、自分でたど、えー、りながら昔の文章を思い出してそれと Google Earth とか空中写真とかですね それを全部見ながら、ですね、えー、それで、えー、手元に iPad を持ってそれから行きました。でもちろん電波もですね、えー、電話することさえあのできませんでした、電波が届かずに。もちろん w i f i もだめです。で、えー、それをたどって行って行きました。で昔はですねこの、えー、旧犬鳴きトンネルになります、ここは。昔、飯塚辺りの炭鉱からですね戦時中はあ,あの馬車。 小さい馬車にですね石炭を乗せて飯塚辺りから、えー、福岡の方にあの急な坂道なんですけどだから馬車が通るぐらいのほんのね車は離合できないぐらいの小さいトンネルなんですよそこをあのずっと通ってたらしいですでその戦時中ぐらいの時からやっぱり寂しいとこだっていうふうにですね地元の人に聞きましたいろんな噂があったということですねもうう今ブロックというか石を積み上げられて中には あの入れません中を見たらですねあのピチャンピチャンっていう水の音とものすごくあの不気味な感じでした僕もまあ霊感があるっていうふうに言いましたけど、えー、とてもねちょっと怖い感じでしたそして後ろを向くとですね何か後ろから見られてるような感じで、えー、とても怖い感じがしましたまあ昼なので何もまあ起こらないんですけどまあそれでですね写真をもらうことになっていろんなあの正月 あの2日と3日に、ですね2日の日に泥棒入ってで、僕はその泥棒も捕まえたんですけど、で3日の日は3日で、また別の人がですね家に入り込んできて、えー、パトカーを呼んで、2日続き警察だったでした、泥棒を捕まえたのは、あの県の,あの新聞にも、えー、大々的に載りましたね、僕は捕まえたということで。 で年末、そのクリスマスにおいでおいでって車の中に、まあ、呼んで、俺1人やからいい女の子来いとか言って、来たらどうとか言ったんですけど、そしたらなかなかね、あのせ風呂に入ってて石鹸がなくなったりとか、まあ、ちょっとしたいたずらとか、まあいろんなことがあったもんですから、ちょっともうこれはあのー、ね犬鳴き村に行ってみようということで、もう家ではですねやっぱちょっと塩をふまえて、ですねそれからあの探してみました。そしたらですね やっぱその当時、いろいろこうものに書いてたとき日本国憲法は通用せずっていうのがあったんですけどその話を書いた人はです、ね、いろんな人に追いかけられたとかで車で行った人が白いあのセダンで行くと、えー、危ないとかいう話だったんですが、えー、このトンネルを抜けたところに左に行くっていうのがあったんですよ、そしたらですねどうも違うんですよね、これ、坂道です。 あのもう古,い古民家とか、あの、ね、はよくあったんですけど、えー、場所がね、もう4次元だと思います、僕は。えー、もまっすぐ行ったら、もうね、あの猫峠に行きますんで、これはちょっと明るくして拡大してみました、でこの映ってる人は、この世の人ではありません、えー、なんかね、変な感じですけど、まあ、新しいジャケットを着てるでしょ。 それとはあの右手にタオルを持っておりますけれども、えー、これはこの洗車場が置いてあるサービスで置いてあるタオルですだからなんか一緒に写ってですねワイワイしてなんか仲間に加わりたかったんだと思いますでよさらに拡大してみましたそしたらですね細身のこのジャケットなんですけど手をこう見てみるとですね 手がごつくてそして怪我をしててちょっと吸い傷でちょっと血にまみれてるかなっていう感じが見えましたで脇の下のところには、まあとでもう一回見ますけどあの髪の毛がありますでしょなのであの女性っていうのは分かりましたで最近のダウンジャケットですねデザインも分かりますので,でこれがさらに拡大してみましたもうデジタルでですね科学的に検証しようと思いまして、まあ、このような人ではないっていう感じですので 擦り傷で手に血が出ているような感じでしたねこうあの見てみるとですね、まあ、そんな感じじゃないかと思いますそれとはやっぱり女性にしては手がごっついんですよその代わりにあのダウンジャケットはあの細身なので上の腕のところは割と細身のジャケットですよね割と最近のデザインですね、まあ、先ほど言いましたけど髪の毛がここに見えますで女性にしてはあのバランス的には手がごっついですよね だからまあ僕はこれ見てましてやっぱりす自爆霊とかいう話ではあったんですがまあ、仲間に加わりたかったんじゃないかなというふうに思ったんですよね。で僕の友達の小説家とかその下にちょっと見せたんですけど、うん、って言ったら多分この人はあのここで亡くなったとか自分が死んでることも。 気づいてないんじゃないかなっていうふうに言ってましたよねでそれで仲間に加わりたかったのかなでデジタルでこういうふうにはっきりわかりますただ車もですねこういうふうにズレが出てきてるんですよこれはまともな車ですよこれあの事故を起こしたわけじゃないです普通の綺麗な車ですただ写真としてこんな不思議な現象でずれているとでジャケットは最近のジャケットのデザインっていうことですね まあ、なかなかデジタルではです、ね、あの映らなくなったとっいう風にプロのカメラマンにも聞いたことがあるんですよで、これがおかしいという話ですよねで、これを撮影したのは iPhoneX です iPhoneX ですね。 それであのデジタルで撮ってで持っておこうというふうに思ったらしいんですよで持っててですねこの若い女の子だったから不幸の手紙じゃないけど不幸の写真でこれ友達に三人に3人か五人に送らないとあなたに不幸が訪れるわよとか言って冗談でメールで脱したらしいんですよねそしたらその女の子のところにいる猫がですね、えー、両足の後ろ足がですね全然動かなくなって もう前足だけであの歩くような感じで元気がなくなったので病院に連れて行ってまあちょっとこれは大変だということでもうあのこれ写真を処分しようっていうことでもうあのみんなで処分しようって言ってもう処分してしまいましたその友達から僕もらってたんで僕だけあの1枚残ってるんですよ でですのでもちろんあのね写真撮った本人には許可をいただいてこういうふうに上げていいですかっていうのはもう、まあ、あの許可は取ってもらってますけどただ、あのそういうふうに本人ももうあのあまりにも怖がってちょっとみんなからですね友達とかそういうのは持ってない方がいいよということで、えー、処分したみたいですだからその残った1枚僕が持ってるやつだけを今日このようにですね見せております。まあ、心臓がね りり方方あんまり見ない方がいがいだからもうはっきりしてるのは、まあ、あのドアの下にあの靴がありますけどこれはそのいた3人の中の1人ですであの全く知らない人ですこの手前に写ってるあの腰から下足が写ってない人はですね全然知らない人が写ってるまたそういったダウンジャケットとかこういう服のいでたちでいた人はいないであの手であのタオル持ってるでしょその影が写ってるんですよね だからなかなかちょっとね怖いっていうか、まあ、僕はあんまり怖いとは思わないんですけどまああの仲間に加わりたかったんだろうなっていうそういう思いがものすごく友達になりたいっていうなんか思いがものすごく感じましたでもそんなにねもう悪いことはしないと思いますと本当にあのおちゃらけたっていうかいたずらぐらいを僕の時には石鹸がなくなるよとか言えなくなるはずがないと次の日で直しとったらまたその石鹸がなくなると。 そういうふうなことがあったり、まあ、隷は少しはありましたけどあの、僕は今のところ大丈夫です。今後も犬鳴き村を散策して探しに行った動画も上げますので、ぜひともまたあのチャンネル登録をしてですね、えー、またお会いしましょう。それでは皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。